岡田監督不思議やな。不思議やと思うよ。テーマは普通のことができるかどうかよ。前半戦のラストスパート。別にラストスパートはせえへんよ。普通にできるかどうかやんか。今からラストスパートなんかかけへんよ。そんなん、普通のことを普通にやってくれたら。いやいや、普通にできるかどうかやん。やってくれたらじゃないよ、できるかどうかや。やろうとしてもでけへんかったわけやろ。今まで。やろうとしていることはみんなわかっているやんか。それができてなかったから、個人もこんな数字でいるわけやから。おーん。そこをどうするかやんか。こんなインタビュー読んで選手がやる気出ると思ってるんか。まずお前が普通に采配しろよ。森下は佐藤の自分を貫くところを褒めてたからな。今回の岡田打撃理論強要をどう対応するのか楽しみ。大山もう上げるのか。身体には問題ないのか。スポーツ紙の一面。大山ばっかりやけど、打てるんかいな。ファームの打席内容見てたら何の変化もなかったけどね。大山出るとしたら外されるのは鍋よ。佐藤やろ。岡田のことやし。打てんくてもあの守備力してたらむやみやたらに外せんけどな。前の守備も鍋よじゃアウトにできてないし。普通は理想だもんな。すごいなカープとか。どんでんって現代の上司としてはかなりアカンタイプよな。部下が失敗するとあからさまに不機嫌になる。軒並み打率2割前半とかじゃ、まあ何してもどうしようもないよな。ご視聴ありがとうございました。